こんばんは、 ST48 2期生の川本アナです。くたらさん、お疲れ、ありがとうございます。こんばんは、ヒロリンハートさん、ありがとう。中間ポイント1位ありがとうございます。ちょっと待ってて。音大丈夫ですか？音大丈夫ですか？これは大丈夫ですか？静かになった？お、よかった。充電、充電。2日間楽しかった。私もありがとう。こちらこそ。今日ちょっとタブレットから配信します。代金をしようと思ってね。中間やった、嬉しい。その願望ちょっとツイートしますね。勉強しながらやります。何の？頑張って。あ、ライキンの。ツイートした。ひよって真似できんかった。ぼちさんやりきったね。ありがとう、来てくれて。やったー、中間1位でした。嬉しい。こうなんかちょっとドキドキしたよね。なんかど、なんか、なんだっけ、撃破数がさ、撃破数がサラハさんのところかなの方が高くて、私のくるくるちゃんの方が高いんだけど、そうだから申し訳ないと思ってたんですけど、よかった、文句なしの1位ね。全項目やったー。くるくる沼の人にボコられてよかった。マジそれな、ボコ、めっちゃボコられたよね。私もめっちゃボコられに行きました。でも移動してから、移動してからね、40分だったんだ、あそこ行くのに。40分行ってボコられに行ってるからね。おもろいよ今日ね。くるくるちゃんとも戦った。アッキーさん間違えた、上だった。天使エグさん、ありがとう。何回か勝てた。おお、いいね。後半もね、一緒に頑張っていきます。300点満点、いやー、強い人にも食られてますよ。受ける。なんで今更固めてんのって感じなんで、ちょっと整えないとね。バスの中で爆睡してましたから。超爆睡してた私。気づいたらついてた。ね、くるくる。ST 一番の武闘派、くるくる沼。すごかったよね。たくさん来てた。偵察だ、まだだ、まだだった？さあ、自分ち教えてほしい。え、偵察来てくださるの嬉しいんだけどさ。そう、
仲間が増えた。今サブ同盟でやってくださってる方いると思うんですけど、今なら入れますよ。今ならね3人ぐらい入れるから、サブ同盟の人送ったらいける気がする。え、もうちょっとでね、ここがね、どこだっけ、ここがあずみんちゃんのとこなの。あずみんちゃんのとこの霧を晴らせたの。なんかあずみん沼の人ね結構来てたの、あの偵察に。私偵察司会するようになった。やったね、偵察するためにね、これ私あの霧晴らしたから。どっかいるかな、誰がいつも来てたかな偵察。サブから自動で移行されると思ってた。それな、でもちょっとそうじゃなさそう。全部開けた。おーすごい。え、自分の地域の霧全部晴れたから、やばすごい。え、偵察したら相手にバレるよ。そう、しかもね奪われる。なんか私ね、アクター AQT さんっていう人、くるくる沼の方らしいですけど、この人の居場所を知りたい。偵察、どの人だろう偵察。偵察、ああ聞いてるな。これからあずみんちゃんのところのファンの人が偵察来たら司会します。これでやっと心しか生まれてないピピピー、あんなピー、びっくりしてて見つけたよ、ありがとう。ありがとうでもないけど養成できない。あ、そうなの。どうやって養成してるんだろう。なんかどうやって養成したんだろう、教えてあげて。やっとアンピの同盟に入れたね、ありがとう。どうやって入ったの。竹松さん、ありがとう、ありがとう。今日夢、今日リアルに今日夢にアンピちゃん出てきた。何してた私ありがとうございます。しおりさん、ありがとう。探偵協会に登録したことがある。何を、何登録したの。ちょっと 目がやばい。目薬、目薬。うるうる、かわいいだねありがとうございます。今日もかわいい。やった、偵察された城を探している。アンナちゃん想像したら違う、めっちゃ探してるからイベント運営に問い合わせて入れた。なるほどね、らしい。今日も楽しかった、こちらこそありがとう。探偵のお仕事してたんで。えー、そうなの。え、そういうお手紙届いて、楽しかったよ、面白かった文章いいね、探偵やってたんだ。言えないっす、マジで。えー、やらしいんですか。しおりさん、お疲れ、ありがとう。みっくん、かわいい、ありがとう。今日もあんぴかわいい、大好き。さっき生徒仲良くなれた。え、話したかも、話したかも、話しましたね。マニさん、かわいい、ありがとう。あの、アンピ行方不明になっちゃった。そう、引っ越したんよ私、引っ越した。カスミンちゃんとも話したね。これからよろしくお願いしますって。なんかね、結構2期メール送ったんですけど、2期の中では結構カスミンちゃんが 有名というか、ちょっとねどことなくミリタに似てる雰囲気があって、なんか顔が似てるとかではないんですけど、なんだろう、なんか後ろ姿だったり、ちょっとなんか雰囲気がなんかちょっと感じるところがあるんですよ。マジ見れたんだってみんなで言って、そう、ちょっと2期の中でアンピー、ライキンの同盟の入り方が分かりませんとね、ライキンのねツイッターでに同盟に入り方っていうのがあるのよ、多分
だからそこを見た方がいいかも。私が説明するより多分見た方が早い気がする。ごめんね、ごめんよ。かすみよくリーチの家にいる。あ、そうな、仲いいんだ。え、今日さ3期生のこと話してマリカ誘われた。マリカ一緒にゲームしましょうって誘ってもらえた。なんかすごいなんか視線感じるなって思ってたら、あのゲーム一緒にって言ってくださって嬉しい。マリカ配信のファンの3期生そんなことある？多分私のマリカ見てない気がする。見てんのかな。そうしようねって。そうマリカ、私友達と人とマリカやったことないよって言ったら、えっ、ー、ってやりましょうって言ってくださった、ね。いや、したい。でもね、どうやってするってなって、うん、私のうちにピンポンしに来てって言いました。無茶無茶なんだい。ちょっとさすがに猫かぶるな。さすがにね、あいいとか言えないかも。響きちゃん、響きちゃんのニックネームなんだ。キーちゃんかな。キーちゃんとノーミョが言ってくださった。嬉しい。そう言ってくださった。2人で来てこんにゃろーアーコールぶつけられて、マジふざけんなってそう、ラーメンはマリカゲーマーらしいんですけど、あ、なんかさ新聞見たかも。ラーメンかな、誰かめっちゃ熱盛りしてるって書いてた。こういったわ。ラーメンは12位とかになっちゃうんだってみんな投票しがいがある12位のね。でもマリカ以外、マリカだけできないらしい。あのあれとかできるらしい。あのなんだっけ、イカのやつとかは上手らしいって言ってた。ゲーマーなのにマリカーだけ苦手らしい。学部変わんないで表現しないでしょ。ないよ。スイッチでフレンドになればフレンド部屋作れるからオンラインで対戦できるで。マジ？あ、そうなんだ。じゃあどこでも一緒にできるね。うーん、誘ってもらえたの。くるくるちゃんとも話した。今日一緒に、あの一緒にさ、なくるくるちゃんとバトったじゃん。あれ一緒にいたんですよ実は。スクショ撮ってるから。アマプラ？アマゾンプライム？入っとるよ。そう、一緒にいてやった。くるくるに誘っても、私なんか全然気づかずになんか YouTube 見ようとしてたらくるくるちゃんに話しかけられて、うん？と思ったら、これあるらしいんですけどって言って、一緒にやりましょうって言ってくださって一緒にやったの。そう、あとなんかその1位になれるかなっていう会話とかもしたんだけど、この時とかもねすごい来てくださって嬉しかった。一緒にいたよ。あーとか言いながらやってた。あーりーって言いながら。マリカーつもりスプラトゥーンやってますね。ポケモンと、あとポケモンとあとねか、それか。名刺対決実現した。そうなの。聞きれいしとく。録画したの？おもろいポケモンバイオレットだよ。これは違う人だな。これなんかファンの人がさ、ここのさ、たまり場をスターライトアーナって名付けててさ、ここに行くんだけど、こんな感じで、めっちゃくるくるの同盟の人がいっ
ぱい溜まってた。ここに座標どこ、私の座標ね、ちょっとね転校したんだけど、私の座標でいいのかな、私の座標切る切る切るとか言っちゃった。来る、これが私ね、これは私で、くるくるちゃんとのバトル、お休みモード、あ、くるくるちゃんと挨拶してるシーンだ。くるくるちゃんがこれだ。で、私これで、バトル、バトってる、くるくるちゃんと私のバトルで、これはすごい戦いもう何が起こってるか分かんないってやつで、ミスドの川又のすごい部屋打ってた、その顔もたまじゅんあいすぎて、うえー楽しみ見るの、ありがとう。数字もらっていいですか。私が今いる場所は引っ越したんですよ。でも近くに来て全然、私がいる場所は319ハッシュタグ8194 X289 X289 Y21。私のところにさ誰も近くあんまいないからさ、多分私のとこ来ていい気がする。なんかさ友達になれた気がする、くるくるのファンの人との戦いをして、たまたま行ったアンピーってびっくりしたお強い方が行くとかないと思う、人がなんかね、そっから今多分そっから領地とかを増やしていくところだから、そこっちに来てた方がいいっちゃいいけど、そうでも全員来たら全員来たで困っちゃうから、そうね、でもまだまだ来ていいと思う、全然人がいない気がする。趣味増えた的なそうだよ、本当に趣味増えた、楽しいもん人生明日から旗立てるので人で欲しいです。そうだよね、そう今からここら辺に、これ私の座標、これで、ここら辺の付近でもいい、めっちゃ隣に立ってもいいし、ちょっと離れてもいい、やっぱちょっとなんかちょっと距離感保ってもいいし、めっちゃ近く来てもいいし、そこに仕上がって舞台が戻ってきたらと思います。そうね、僕のここにアンナちゃんで、声優は推しの子ピンクの、すごい、アンナって名前なの、ぜひこの座標です。待ってます、その辺まだ切り晴れてない、ここら辺を話して、まだあんた話して話して、今はね、あ、誰か偵察してる、私の、そっか、私が今座標を言ったことでさ、見バレした、見バレした、どうしよう、家バレした、家バレ、やばいやばいやばい言い悪した、偵察されてるそっか、そりゃそうだわな、くるくるのまま人、
私も偵察し返すぞ。よし、私今ね、霧はね、あずみちゃんのところを話してる。そうそう、ここがそらはさんのとこかな。だよね。かわいい子はいない、ドゥ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 。指定移転があるので移転します。おお、マジか、仲間増える。かわいい子はいない、ドゥ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 。みんなで争い、争いじゃないけど行きたいけどさ、行けない。あ、結構増えた、今増えた気がする。ほら、この青いやつが安否同盟の人、安否同盟の家、結構近くにいる。増えたかも。やっほー、ドゥ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 。ここ行きたいんだけどな。もう集結するってなったら集結してくれるのかな。集結し、いいか、まあ集結、集結しよう。多分今みんな住んでるとこからね、40分かかるけど40分かかっちゃう。近くの人だけでも来てね。こんばんは、ありがとう。安否状に赤い点線が伸びてる。そう、偵察されてたの。これでちょっと引っ越そうって思ってくださったらいいな。実家離れて暮らしてる感じよね。マジそれな。36分かかるかってこれって言っていいの36分か、やばい。どうだろう、戦い40分後になる長い長い遠すぎてすぐに行けない。そうなのよ、引っ越しおすすめだね。そうなると来期やってる。そう、来期やってるの。あえて地元守る役目しますよ。おお、ありがとう。地元守ってくれ。安否の近くに移転した、マジありがとう。いつもずっと近かったよね。え、また誰か赤い点線が伸びてる。ああ、偵察だった。本当だ、やっほー。2分後にお邪魔します。どういうことですか。お邪魔しないでください東の端にいるのは40分にプラス15分。で、私旗立て50分ぐらいかけて行きましたよ。で、行ったんよ私10分だけの参加のために。え、でもそれでも行ったの偉いよね。あれ、待って、タワーがある。あれ、え、そう見えただけ。タワーなんて来てない説。これ何なんでしょう、どういうことこれ。でも誰もと、あ、いや、タワー来てたわ誰も何も言わないじゃん。びっくりしたんだけど今画面にさ、クマがいてさ、びっくりしてさ、何このクマって。え、誰も何も言わないから気づかなかった、ごめん。マーボーさん、タワーありがとうございます。マーボーさん、タワーありがとう、ありがとう。マーボー、マーボー、ありがとう。マーボーさん、ね、もう来期に集中してたよね、みんなきっと。ありがとう。ちょっとタブレットが今ないので、ちょっとどうしようかな。どど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 どしようかな。でも今日これでずっと配信するしようかな。え、画質悪いですか。そんなことない、別に見れる、見れますか。タワー攻撃受けたなんて。雨降りだした、何この音。画質いい、あ、じゃあもうこれで配信しよう。だからなんかに書くわ。あ、タロット占いしよう。マーボーさんにタロット占いをお届けします。まだやったことないよね。最近やってるんですよ。そうなんですよ、やってるんですよね。
当たるで評判の。そう当たるよ私、当たる当たる。でもね、ま、あの、まやまさんじゃないわ、あの、来期もね、中間発表1位だったから、当たってないっちゃ当たってないけど、当たってるっちゃ当たってない。カーネーションってどうやって、今日もたくさんありがとう、楽しかったよ本当に、ありがとう、話して嬉しかった。何枚だったんだろう、あれたくさん話したよね。中断は何だったんだろう、何も中断しなかったね、外れたわ。外れたわ。なんか中断したっけな、覚えてないや。今日88枚、うわー、ありがとう、嬉しい、私のラッキーナンバーじゃん、私のオーディション番号にしてくださったの、すごっ、おありがとうございます、たくさん。あの結果のおかげで引き締まって1位取れたみたいなとこある、確かに。すごい、ありがとうございます。88箇所だね。88枚、冷静に考えてきたらやばい。かわいい髪型、ありがとう。集中待って、集中してた、めっちゃ集中してた。よっしゃ、あれ、ペン入れがなくなった、わ、ずっと開きっぱなしだった、ペンを入れるやつは。6分
ぐらい、6分しか話してないの、こんなにたくさんなのに。でも体感は2分ぐらい2分しか話してない気持ち。そうだったんだ、そうなんだ、1枚4秒なんだ、そうなんだ、厳しいですね。ここは姉さんでありがとうございました、ありがとうございました。ではダン、マンボーさん母の日タワーありがとうございます。今日もたくさん来てくれてありがとうございます。本当になんかもうびっくりするほどたくさんで、なんかびっくりしすぎて、なんか冷静な自分もいますびっくりしすぎてそう、ありがとうございます、ありがとう。いつも優しくてほっとするような存在で、本当に誠実で、なんか話す、なんか公演とかはさ結構あーって感じだからさ、あの話したらさ、あ真面目だ真面目だというか、なんだろ う、たくさん考えてくださってて、こうちゃんなんかただなんだろう、すごい私のためにっていうことをすごい思ってくださってて、すごく嬉しいなって思う。本当にもう私の右肩ですありがとうございます。本当に誠実で褒めるところしかありません。本当にありがとうございます。お話に来てくれてすごく嬉しいです。ありがとう、うれぴー、すきぴー、大好きぴーありがとうございます。6月でたくさん会えるのもあれとでね、公演もあったらいいし、あれとあれとボーリング当ててでそして公演もたくさんあったらいいし、そしてね、もろもろ会えるの楽しみにしてますので待ってます。待ってろポニテ、いいタイミングでポニテしますありがとうマンボーさん、タワーありがとうございます。ご気づかずにごめんなさい。来金頑張ろう、催眠以内目指してね、個人の、個人というかアンピドーメの、よろしく。恥ずかしいいい意味の真面目ね、なんかいやもう青子も行ってこの子も行ってみたいな感じなんかなと思ったら、もう本当にまっすぐですごく嬉しいです。これからも、ね、会いに来てください。なんかちょっとね距離感バグるんですけど、なんか来すぎてて、なんかびっくりするぐらい来すぎてて、しかも移動距離とか半端ないんですけど、そうなんでちょっとバグるんですけど、遠いと思うんですけど、すごい時間かかると思うんですけど来てくださると嬉しいです。ありがとうタワーございます。真面目じゃないのが申し訳なくなりますね。真面目でしょ、めっちゃ真面目でしょ君そう、あとね、そうもう中間1位のことがありすぎて、言うのは忘れてたけど、今日バイトでガラス割りました、褒めてください、あ間違えた、慰めてください、お疲れ様です。何のバイトしてんの、お疲れ、頑張ったね、失敗何でも、あの子もこの子言ってるけど、どっちも大事なんで、ありがとう、いつもそうやって伝えてくれて嬉しいです。真面目なのか申し訳ない、に関してはいかどうもすぎる、真面目じゃない人、そんな人いるん、どうなんでしょうどうなんでしょう頑張ろう。なんか私、あそうそう、夏のツアーが決まりました。来ますか、まだ分かんないよね。夏のツアー誰がどんな感じに出るのか分かんないし、16人のと全員のとってあったりするので、どんな感じのねあれになるのか分かんないんですけど、楽しみに待ってます。ラッピーさんお疲れ、ありがとう。でなんか発表あるんじゃないかって思ってたけど、やっぱり来ましたね。ラッピーさんありがとう、ありがとう、ツアー行きたい、ありがとう、あのツアー来てねってたくさん言いまくりました、お話し会でそうなので来てください。星若あれだけ言ってたんだから行くぞ、確かにツアーやってほしいってたくさん声をいただいてたから、こう実現できて嬉しい。ツアーはね全国ツアーで、瀬戸内以外のと
ところを回りたいと思いますってか回ります。16人らしいので安否多分ね、全部私も回るとかはないと思うので、多分メンバー予想的なのないですね。どんな感じにごちゃ混ぜとかにするのか、どんな感じにするのか分かんないけど、そうまだ分かんないですけど楽しみにしてます。本日のハイライト、あそこすごい好き、聞こえてきちゃったもん。研究生両方行かれる方は無双だね。確かに研究生行ってさ、全国ツアー行ってってやばいよ。夏堪能しすぎてるよ。そんなね STU48 の夏にしてくださると嬉しいなと思います。後ろの数字は座標です。何これってなるよね。それだ、タグがかゆい、無理強かゆい。神戸ツーデイズ、あ神戸ツーデイズなんだ。神戸行きたい、美味しいよな。当たるかどうか、確かに当ててきてください。福岡とか私 STU のお仕事で行くことはあったけど、表に出ることなかったから、福岡行きたい。福岡書いてあげる、大丈夫です。 STU48 と過ごすひと夏の思い出。えりちゃん結婚してありがとう。えりちゃん今日もたくさんありがとう。もうね、あのライブもすぐ見つけたし、あ確かにもたくさん話できて嬉しかった。もう可愛い人が好きしか言ってないけど、そうなのよ。またえりちゃんのこと知りたいです。ありがとう。チカッパ祭ぶり、あそうだね、チカッパ祭ぶりだ。神戸は確実に行くな、日程だな。ピュー、新潟初めて行くの、初めて新潟、うー楽しみ、バーイ、楽しみ。各地の美味しいもの食べれるかも。どこに行けるか楽しみだ。今年の夏全部行くぐらいつまで駆け抜けたい。そうなんよ、いろんなねことを挑戦できる夏にしたいですね。新潟行ったことない、これを機に新潟ね、いいよね。どこかで行きます。ありがとう、待ってます。ドゥルルルル、楽しみ楽しみ。パパパラパ、楽しみ楽しみ。踊るポンポコリンピーサラピー、お腹が減ったよ、ピーサラピー、踊るポンポコリン、ピーシャリピーシャリピー、トゥル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 、トゥ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 。思った以上に、嘘、そんなことない、ありがとうございます。ちょっと待って、嬉しいです。これからもいろいろ楽しみだ、楽しみ。神戸って美味しいもの、確かに、あめっちゃコメント読みながら違うコメント読むのマジ悪いけど、新潟寒い時期じゃなくてよかった、マジでそう、夏でよかった、涼しいのかな、楽しみ。新潟はお米や海鮮が美味しそう。うん。ケン結婚してありがとうございます。今日いっぱい話して、昨日と今日ですごく仲良くなれた気がします。また会えるのを楽しみにしてます。ボーイング当ててきてください。ありがとう。新潟だけはあの人にちゃんと来いって言われたので。おお。新潟。そうね、言ってたね。この2日間で個人的に驚いたことありましたか？話してて、そのね、昨日飛行、あ今日もう新幹線8時間飽きたかないで、新幹線8時間かけてきましたとか、昨日も飛行機8時間かけてきましたとか、車で何十時間もかけてきましたとかっていう方がいて、こんなにも
そこまでしてっていう言い方マジ悪いけど、ちょっとニュアンスとして取ってほしいんだけど、そこまでして会いに行きたいって思ってくださっているんだなと思って嬉しいなって思いました。そう夜行バスとかもね8時間とかかかったりする人もいると思うし、そうなんかどう足掻いてもあと福山駅からまたそこで電車から来た人はまたそこからそのねバスとかタクシーとかで来たのかな、わかんないけど、アクセスもそうすぐ駅近とかじゃなかったか大変だったと思うけど、そうすごいそれでも来たいと思ってくださってる方がいて嬉しいなって思いました。ヘリで来た人はいなかった、まだいない、ヘリはいないな、自家用のヘリとかまだいない、待ってます、自家用ヘリ駅まで夜道迷いかけた、歩いてたの8時間で労働時間や、それなすごいよね、ずっと座っててお尻痛かったって言ってて、そりゃそうよって待ってますじゃない、プライベートジェットも待ってますよ、プライベートジェットで来てくださる方待ってます自家用自転車、でも自転車の人いたかもね、今回なんか地元でっていう人いたよ、福山地元なんですよとか、もうすぐ車で数十分なんですよとかいて、こう STU が来てくれてって言ってくださって嬉しいなと思いました。やっぱ広島市内でやるのも、結構市内でやるのももちろんですけど、こうやって広島の中でも違う場所に行けたっていうのは楽しいなって思いました。パラシュートで降りてくの見たすぎるそれ。会いに来い、おー会いに来い、おーすげーな、いいね、会いに来い、会場に着陸場所の手配お願いします、私がしとくわ。走ってくる人はいないね、まだ何時間も歩いてとか走ってて来る人はまだいない、マラソンしてきましたはいないあでもね、ここにねなんか T シャツになんかここにねなんか刺繍できる やつがあったらしくて、チーカーマタって入れてきている人がいて、すごかった。じゃあその後来た人が、全然その人とは面識ないらしいけど、僕も入れてきました、あ入ってなかったみたいなノリをやってる方がいて、面白いなと思ってなんかみんな面白いと思います、おかげさまやね。じゃあ次待ってますね、昔福山住んでました、あそうなの、ヒッチハイク勢はまだ聞いてないですね。ドローンで来た、どうやって来るんよ、タケコプターで来たとかもう合うかもね。なんかここなんか T シャツのここにチーカーボタンって入れてる人とかいた。服はとあるメンバーさんの色のチョイスで選んだんです、そうだったんだ、さすがだね、おしゃれの人だってそうじゃない、おしゃれの人ほどなんだろう色とかにこだわってる気がする、この色の組み合わせとか、昨日今日で思った、そうみんなおしゃれよ、みんなおしゃれけど、なんかすごいなんだろう、なんかさね、おしゃれな人ってさ、そのさらに上のおしゃれな人ってさ、そんな気がするね。ピカチュウの学校の人はちょくちょく見てる、どういうこと、口と声が合ってない、ちょっと待っててください、今度香川県から歩いてこようかないやもう疲れるでしょう、お話しするときにはもうへーへーしてるかも、北海道から回しが、いやあれはやばすぎる犬の鳴き真似します、にゃんにゃんかわいい、ね、なんか個性強いですよね、いやファンの人もそうです、ファンの人も個性強い方多いけど、三期生ちゃんも個性強いね思いました、昨日お疲れ様でした。あ私この2日間で私はゆいなちゃんとめっちゃ仲良くなれた気がする、わかんないけど
いなちゃんはどう思ってるか分かんないけど、私は仲良くなれた気がする。おしゃれに見せようとしてない人がおしゃれだよね。分かる。ギフちゃん、そうそうそう。あ、ギフちゃんね。え、言ってんのかな、言ってんのか分かんないからやめとこう。ギフにマックあるらしい。マジ私悪いな。香川にマックあるって聞かれることあるんでしょう。であるよって言うんですけど、岐阜にもマックあるらしい。でありますよってギフちゃんに言われた。岐阜にマックあるらしい。岐阜ちゃんの笑顔世界をね救うよ本当に。岐阜にマックあるって聞いたわけじゃない、ちょっと話の流れで、あ、岐阜にマックあるんだってなってっていう話をしたんですよ。岐阜のマック行ったことある人いた。よかった、あってよかった。マジで、え、やばい。だって、え、でも瀬戸大橋渡れないよね。歩ける、歩けるのかな瀬戸大橋。ダメだね、そこはちょっと電車乗らなきゃいけないのか。昨日今日お疲れ様でした。お疲れ。おいらではない。え？え？個性ないとかっていう人って大体あるんですよ。大体個性ゼロとかね言う人ね、大体あるんですよ。本当に。基本賑やかな子多い。そうなんですよ、そうなんですよ。でもね、今ねめっちゃ遠足気分だと思う。バスとかもめっちゃ遠足気分だと思う。私たちも2期生最初入った時とか多分ね、楽屋でもずっと騒がしかったと思うし、楽屋結構騒がしくてみんなでずっと話してた記憶ある。今は結構割とここで座ってメイクしたりとか増えたけど、そうそうなんですよ、ずっと話してた、可愛いと思って。私今日あの2部の待ち時間ココアさんとずっと話してました。香川も岐阜も同じ感じよ、のどかな感じ。確かにね、いや東京の人がさ、もし岐阜ってマークあるんやって言ったら意地悪に聞こえるけど、私香川県出身、ゴブゴブよ。岐阜に海はない、確かに。ミニストップいっぱいあるらしい。すごい。あるるるるるる。あてさんかわいい、ありがとう。ハッシュタグ香川からバスで来た。ありがとう。バーガーキングまであります。高松市はバーガーハンバーガー消費1位にもなりましたよ。やった、そうなんだ、すげえ。今日もアンピ輝いてた、ありがとう見てくれて。自称個性ゾラ、ミネタくんくらい個性強い。わかる、言いたいこと。そう、これもうみんなもっとかわ、もう今も可愛いんですけどもね、垢抜けて。リア充の緊張ほぐしてあげて。リア充可愛いよね。でも中2中1 44歳とノアピと同いですよ。ノアピがおかしいよ。ノアピが最初からさ、ノアピそんな緊張してなかったよね。え、今日ねノアピのマネージャーさんと話してて、ノアピは人生3週目とかしてるわっていう話をしてて、ノアピが異常ないよ。強いんよあの子。そう、絶対緊張するよ中学生でさ、あんな大きな人がいてさ。そうだよ、ノアピの心臓が強いんよ。そうだよ、メイクさんの名言、2期生パリピ。あ、ね、めっちゃ言われますね。2期生の初期見てる気持ちに一生なる。中3か。 2.5 期生落ち着いてる。それな、ノアピ40代ですからって言われても、あ、そうなんだってなるもん、マジで。そう、昨日のレイナ隣のノアピちゃん見て高校生ぐらい。そう、マジ美人、顔ちっちゃい、なんかさ、なんか骨が全部ちっちゃい、 なんだろうちゃんとなんかね、骨がちっちゃいわ多分。頭蓋骨何、なんか標本みたいなのにしたらなんかもう頭小ささね、もう浪費中学生で安住二十歳はバグ。いい意味でね、わかるよ言いたいこと。そう、3期生のこれから成長も楽しみです。
3期の半分リコチなの。そうなの、知らなかった。でもね、なんかお話し会してたの、14人で並んでお話し会、1枚で14人話せるらしいの。そのレーン通った時すごかったもん。え、みんな結構喋ってて、結構喋ってて、しかもファンの人も結構デレ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 しててすごかった。楽しそうだったよ。思った以上人生2周目感。そう、マジでノアピア、マジで、うん、お、いいね、くく。餃子フェスでリオちゃんがビール勧められたという話、どういうこと？あ、二十歳だからってことは、あずみんちゃん餃子フェス、私広島であるの知らなかったから、いつか行きたい。いつかまたなんかそういうのがあったら。サンピン、レインボースターありがとう。あ、同盟よろしくP 同士が隣でやりにくいですあはは、リオちゃん、あ、なしなしコンビ、同級生なの二人。いやー、そうなんだ、仲良くなりたいね。私もリア中と。3期の半分リコジ、残り半分リレタン、やばいじゃん、やばいやばい、手を追えないよ手を追えない。遠くよこじ、いちごちゃん、3期生がアナちゃんすごい可愛いと配信で言ってるのよく聞く。え、嬉しい、いちごちゃん嬉しい嬉しい。でもね、3期生みんな、ね、先輩が来たらキャーって言ってる可愛いってみんな言ってる私だけにじゃないそう、でも嬉しい。姫奈ちゃん、そう、姫奈ちゃん報告受けましたよ。デレデレさんの逆に失礼やろ、逆に。そうやね、当たり前か。ゆうちゃんのアイドルの話になると止まらないらしいです。え、でもそう、井上凪さんが好きっていうのを聞いた。私、星野南さんがずっと好きだったよねっていう乃木坂さんのトークしました。話し会待ってるよ。あー、リオツンがビール売ってた人にってことか。うーん、大人っぽいってことかすごいね、びっくり、いじられないダンスる後継者。でも昨日お話し会でコウコさんのお話が上がること多かったかも楽しい、かわいい。やった、アイトン連邦してありがとう、パワー。いちごちゃんとリジャちゃんめっちゃ仲いい、めっちゃ仲いい、いいね。私2人が歩いてるとこ2回ぐらい見たもん。四国くん、花ありがとう、ありがとう。集結の参加せよとなったら44分でした。今なんか30分待ちかなんからしいよ。もう出たかな、来季戦いに行ったかな。まだ行ってないやまだ行ってないや、誰かを待っている。誰待ちだろう。あと6分、あ、13分だ、13分待ち。リアチンとミーポンも仲いい。そうね、やっぱ年齢が近い同士だからね、いいよね。で、2人一緒にいるイメージ。ココアちゃん、アンピ、かすみちゃん並び合い、消す方でしたありがとうございます、楽しかったです。トゥ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 ルルルルルルトゥ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 ルル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 ル。今日の弁当美味しかったよ。写真送ってないや、メール明日送るね。
でもここで見せたらもういらない。まずカレー、カレードライカレーだっけ、ドライカレーとかあるっけ、何やっけ、何カレーって言うっけ。で夜はちょっと写真撮ってないわ、なんかキノコと豚肉のバターみたいな美味しかったよ、クッカーさんと食べた。福山のお弁当強いよ、ほんと美味しかった。目の前にアンビタ忘れないでよ。ドライカレーか、じゃあ合ってるわ。石川くん連帽してありがとう。お、長文 ALT ツイート待ってます。私好きなんですよ、私結構基本的にまず手紙好きって結構言ってるんですけど、あ、手紙が欲しいとかそういう あれではないんですけど、手紙好きなんですよね。でとかそのツイートとかもそのなんかね ALT とかのツイートめっちゃ好きなんですよ。なんかね、いいよねいいよね、気持ち伝えてくれるっていいよね。で私なかなか皆さんに個々に伝えることができないのが悔しいであります。思うことはあるし、多分文章にしたらいけるんでしょう、書いたら。でも言葉にはできないのでちょっとそこがね難しい、恥ずかしがり屋なので見てます見てますよ。アーメール初めてしてみたけど見えてるかな。え、見えてるよ、見えてるよ。北清水一子、あ、そうなの、素敵新しい機能使い切れてない、いつか一方的に伝えまくってさせ、いやいやいや嬉しいです、ありがとうございます。私もね皆さんにお伝えしたいんですけどなかなか叶わず。友達にアンピちゃん押してとめっちゃ勧められます。何々が好きになって嬉しいものなのかどうか、なんだろう、ぜひ待ってますよ。お友達もありがとうとお伝えください。え、メールの返信ハッシュタグのやつですか。ハッシュタグはすぐ見えるけど、ハッシュタグじゃないやつはすぐは見えないかな、検閲がある。これなんだっけ、シャシャシャなんだっけね、これなんて読むんだっけ、今日なんか教えてもらったんだよね忘れたけど、シャカマシャカマらしいよ、私そんなことないよ、うん、そうらしい。シャカマらしいなんでカタカナやねんそんなことないよ。いやー元気だよ、やっほー。福山の直接会えるお話から都合上行けませんでしたが、来月インテリシックス大阪、あ、ありがとう。 ALT はねツイッターのやつ、 ALT なんか、あ、私がよくやってる、私の見たことない、私今日も書いたよ、私のツイート見てちょ、これこのツイートのこの ALT ってところに文章がプラスで書けるってやつです。次、ここらは長文で書けるからいい。え、メール関係ないこともハッシュタグアンメール待ってます。結構基本的にハッシュタグアンメールはずっと見てるので結構見てます、ね、見てますよ、うんうん。中間ポイント1おめでとう。お肉お肉お肉食べたい、ありがとうございます。ツアー発表されて夏が待ち遠しくなったね。スペシャルミニライブ配信で見てた、ありがとうございます。こんな感じにいつも見てます。ハッシュタグアンピーズも見てます。なんかまあなんだろう、なんだろう、ショールームの縮小だったりとか、うん、でもなんでも、まあ、そんな使い分けなくてもいいけど、器用な方は使い分けてねって感じぐらい。地元なんでもない観光地の写真でも待ってるよ。
知りたい知りたい。ツイッター140字だけど ALT は1000文字まで書けるからいい。そうなんですよ。明日がアンピ伝えたいこと書いてる気がする。うん、ぜひいい感じに使ってください。でも基本的にめっちゃ見てるのはハッシュタグアンメール。ハッシュタグアンピーズは1日に1回見てるか2回か1、2回、見てないことはないけどそんぐらい。まれまれ。ハッシュタグアンメールはもうずっと見てますでも結構ハッシュタグついてなくても見ること多いんですよ私。結構自分でも気づいてないし、自分もエゴサする人ではないと思ってたんだけど意外と見てるらしい。知らないけど。切り離そうとしてアンペの座標にとうとうたどたってした。早い。いいね。桜のツイート見てたのね。うん、アンピーズはアクスタ食べ物を載せたりしてる。ありがとうございます。ギャグおすすめしてもいいですか。え、欲しい欲しい。私今日もらったんですよ。困った時にするやつ。誰かが滑った時とか私が困った時にやるものをもらいました。困った時の無理塩で、 できるかな私。公園でもし誰か滑ってたらやってって言われてちょっと難しいかも。今日初めて言ったやつです。お、あー言ってたね。あのお名前聞いたよ。ありがとう。大丈夫、ありがとうございます。初見ありがとうございます。バチボコバチボコボコボコありがとうございます。また来てください。意外と見てるかも。アカウントまで入り込む。うん、まあ普通に見るよね。逆盛りじゃん。STF やって多彩楽しかったの。3人楽しかったの。写真が3人とも可愛いです。ありがとう。マリマリ滑ってそれできたら余裕ある。確かに困った時のマリじゃん。これをやるよ。みんなからのギャグ待ってます。私ギャグ欲しいんですよ。一発ギャグ欲しいんで待ってます。今は顔面マリンライナーと岡山県香川県顔面マリンライナーで、なんか途中で止めて途中下車、途中下車もできるよ。小島駅も小島駅も茶屋町も瀬野駅も林間駅も途中下車できる。落ち込んだ時のつぶれ塩はどうしようそれ好き。ありがとう。毎回ギャグしおるやん。確かに私にもらえる。それ冒険の森塩固まっとったよ。固まっとんのはいいことよ。私も固まっとるよ。片付ける時会場がシーンってなった時にこれやるとバー和む。本当にありがとう。困った時の森塩。画面バリアって何なん、よく知らないか教えてください。あーあーフックだフックお母さんがアナちゃん大人のもみじまんじゅう食べてたってね。なんかね書いてたよね。大人ぶってたって書いてたよね。返信しようと思ったら忘れてた。別に大人ぶってないですよ。抹茶を食べただけなのにマカセロリのいい返しを教えてください。それは困ってますか。私がマカセロリって言ったことに対して困ってますか。あ、セコイって書かれたの、あれファンの方からもらったんですよ。お母さんが載ってるよってもらって、あの本を。なのでファンの方からもらったやつをココアさんとこ持ってってココアさんサインしてもらったからせこいって言われました。お子ちゃま、お茶まだね。大人の味だった。もうお餅と抹茶が入ってて美味しかった。ココアさんより大人です。言えばよかった。確かにたまに困ってます。なんでやねん任さレタス、おーいいじゃん。任せロリ、任さレタス、任されたす、任されたす、いいじゃん。任されたす、嬉しいだけ、任せろり、任され、任されたす。ちょっとそれやっとケーキ、ちょっ
ちょっとそれやった、ケーキー。おー、いいね、マカソルリー、いいね、いいじゃん。ちょっとそれ、やっとケーキー、マカセロリー、マカサレタスいいじゃん、いいじゃん、会話成立じゃん。いいよいいよ。右じゃらし、左じゃらし、何それ、なんてこった、あんなこったどういうこと、なんてこった、パンナこった、あんなこった、ピンチこったくるくる君ですが、来期をきっかけアンピさんを知りました。ありがとう、味方でよかった、一緒に頑張ろう、ありがとう、任せやさいおお、任せなさいみたいな言い方で、任せやさい、ガース使わないの、ちょっと忘れたら、そのことはもう苦しい。マカサレンコン、マカサレンコン、いいね、いいね君あとオーバーオールって頼むや、野菜畑で麦わら帽子かぶっといてくる、了解、了解、貝殻海に行っちゃった、しめしめしめじ、しめしめしめじ、泣いた時はしめしめしめじ、悲しい時しめしめしめじ、いいね、二人で隣のママやってほしい、どっちも子供、おーおおパンワ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 ン、このピーマンしめしめしめじ、了解、落ち、パニーニパネーナ、なになに、パニーニパネーナ、パニーニパネーナ、テレビで披露する場合噛まないのかし、緊張、確かに、なんてこった、パンナこった、アナこった、売れこった、何それ、すげえなすごいです、あ、わがまま流れ星やりた、わがままな流れ星、もうだいぶ出る愛だね、トゥ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 ルルルトゥトゥルルルトゥトゥルルトゥ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 ルルルトゥ、うん、やりたい、ツアー何ができるんだろう、ドキドキ、ツアー夏曲やるよねきっと、何思い出しとった雰囲気、夏のサンズつぶやきながら、ドゥ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 、マジ覚えてない、これで全くやんない可能性あるからね冬曲やるかもしれない、わかんないけど、アンペは確かに参加したらギャグ行った方がいいの待ってますよ、ね、キラキラアイドルソング欲しいよね、夏曲のキラキラソング欲しいよね、気持ちを涼しく、確かに雪の気持ちを思い出して、確かに、夏曲なぎいちね、ボケそんなボケるわ、お待ってます、白衣装かわいい、ありがとう、よく考えたツアー何々ですって言ってたところはもう決まってたんやない、どういうこと、自然数、探して君はいつだってまぶしくて、 ボケても気づかれない場合があります、ご注意くださいマジそれは、その説はある、本当にその説は説明させてしまう時あるかもしれない、それはマジは悪意はないです、でも時々ある、時々あるんよ、そんな申し訳ねえ、終わり名古屋がいいと思うよ、そうなの、そうなんだ、ジーカーさんって握手ね1回だけ30分だけのやつしたことある、なんとかないでよ
なんだっけ、幻のエディオンって呼ばれてるんですか、幻だっけ、奇跡のエディオンだっけ、忘れたけど、なんとかエディオンって呼ばれてるぐらいなんですけど、そう、それしかないんですよ。松さん、くまちゃんありがとう、配信見たよ、ありがとう、嬉しい、見てくれて、くまちゃんありがとう、松くまありがとう、最近いっぱいコメントしてくれて嬉しい、ありがとう。グループの場所に行くってことはゲストを来るかも、あー、そういうこと、確かに全部行くよね、確かに。山中今年は多分行く、お強い、山中出れるか分かんないけど出たいな、去年もすごい楽しかったから、涼しかったし、行くの大変だったけど楽しみがあった。夏にツアーしたいですね、マネージャーさんに言った、でもみんな言ってるらしいね、そりゃみんなやりたいわな。ゲクの勉強、ヨッホー、おつーさんありがとう、グロージさん結婚してありがとう、昨日はすごく楽しかったです、早く来金やってください、やってますか、今今やってますか、やってください。長屋昔なんて読むのこれ、うーん、ちいかな、ちいかなちゃんね、ティフもあるし、それな、ティフ絶対出たい、ティフは私大森真帆さんと会えた場所だもん、出たい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 、終わりって読むの、ああそうなんだ、いいね、うわー、結婚して、マーボーさん結婚して、かけじゅうありがとう、絶対結婚しような、もうたくさんコールもたくさんいつも聞こえてます、ありがとうございます、これからも待ってます、なんだっけなあ、山中湖来てね、私も出れるように頑張ります、頑張ります、そう、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、今日はアンペもよく見えた、やったね、映ってた？同盟が攻撃されそうになってるかもって来てる、やばいやばい、ちょっと見よう、どこ、どう、どう、そうなの、どういうこと、うん、一緒に TikTok 撮りたい人生でした。映ってた、やった、めっちゃ映ってた、やった、真帆さんと会いたい、お写真撮りたい、配信アーカイブで見た、お、ありがとう、松さん、くまちゃんまたありがとう、ありがとう、くまちゃん、うれぴー、ありがとう、ここにコメしている人が攻撃されてますって一瞬出たような、どういうこと、一番可愛かった、やった、いっちゃん、いっちゃん、いっちゃん、本当だ、なんか本当だ、なんか戦いをしようとしてるよ、大丈夫、なんか知らない人に戦い申し込んでるよ、大丈夫、間違えてんのかな、メタバさん結婚してありがとう、昨日は来てくれて嬉しかったよ、ありがとう、これからもアンピたくさん来てください、ありがとう、芋虫パン食べてないの、ファミマ行けてないの、行きたい、私ファミマさ、チーカーもあってクワスもあって行かなきゃいけないのに行ってないの、やばいよね、行きたい、 STU4Z ミニライブ入念なカメラリハしたのかな、リハーサル一回あったけど、でもね、リハーサル通りに行くわけじゃないんですよ、私鼻だれのドゥルドゥルドゥル
分けて幸せを分けてあげようのとかあるじゃん。リハーサルねバッチリ私映ったの、あここか覚えたぞって思ったら映らなかったとかあるからね、分かんないんですよ。戦いを申し込まれているのかも。そうなの、戦い申し込まれてるの。え、ちょっと配信見、配信今も見てるかな、グルおじさん配信申し込まれているよ。底辺だ、頑張って、でも遠いから助けに行けない。はい、なんか戦い申し込まれてるよほっこりと優しい味で美味しかった、いいな。分かってなさそう。それな、引っ越してきたらいいよ、引っ越してきな、私のここの近くに。チーカーなかった？マジか。でもまた新しいの出るよね。やば、この額。次もシールド貼っときましょう。え、ワイの家燃えてる？積んでて草。あっ、いける。すごく大人っぽく見えた。え、ありがとう。え、でもよかった、やった。安否がいつもゲームをする時の姿勢です、これが。そうです、そうですよ。お、宝箱を開けよう。誰かが課金をしたようだ。開封開封、研究も研究も押して押して、ほら、なんか戦い申し込まれてる。戦いしてるのかな。気をつけて、引っ越してきなよ。引っ越しの仕方わかる？わかんない？持ってる？ドゥ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 教室か地区窓を眺め夕日を待てた私一人。結婚してくれ、あはは、ありがとう。すいませんでした。ピンクの悪魔がぬいぐるみに同化してる、これ。川又見に行きました。今日初めて川又って呼ばれたんですよ。名字でさ、マネージャーさんにも名字呼ばれてないからさ、新鮮でしたね。ありがとうございます。戦力100万を超えるとできること少なくなる。あ、そうなの。すごい、私も100万超えるように頑張ってるの。明日にはなりたい。明日に100万いくように頑張るよ。今ね86なの。いけるかな。明日無理か、明後日かな。うん、ここ行くともうコメント読めない。今日夢時間間違えた、びっくりした自分でも焦ったよ。2番なのに勝手に終わろうとしちゃった。戦力アンナの3倍ぐらいね。え、どうやったらいいの。どうしたら、何をしたの。引くまま先に超えました。何をしたらできるの。加速アイテム使いまくって、ああね、私ちょっとね1位のために頑張ってる今日。ちょっと結構使った。U 字が間違えた、びっくりだよ自分でも。資源の消費がやばくなる。あ、そうなんだ、やばいね。広く感じる。高画質なの。コメントね、ありがとうございます。私が見る係で
でも割となんとかちゃん可愛いよ、なんとかちゃん可愛いよばっかだったからさ、そう可愛いよって言ってますって言えなくてさ、ちょうどおきさんの家ちゃんがあってナイスコメントと思って読みやすかった。あとね2回持ったんですけど2回目は私読めなくてなんかちょっとねいいタイミングでそう言えなくて、あいこじにちょっと助けを求めたらあいこじがすごいすごいコメント読んでたびっくり面白い。全国ツアーどこか行きたいとこあるかな。新潟行ったことないから行きたいな。アンペかわいいとコメントした、見たいよありがとう。生き生さんの最初ひどかった、あいこじナイスねえまさか私の読めないコメントだった。2回目食べると思って出てきたのめっちゃ映ってた恥ずかしい。今何行けた、司会の時食べると見てるアンビちゃん見てた、私ちゃんと言えるか、ちゃんと言えたよ。メイ様の使いしたくて引っ越しました、お、ありがとう引っ越してくれてありがとう。福岡も行きたいよ、全部行きたいもん、それはもちろん全部行きたいけど一番行きたいの、え、何もしてないじゃん、なんで何もしてないの2じゃん、2 やっぱり負けちゃうよ。よし、そらさんのところ霧を照らしに行こう。切りを話しに行った。あ、結構増えてる、私のちょっと家の周り人が増えてる、嬉しい。25日できたらアンピアね、多分できなくなります、ゲームが。悲しい、今日俺が今だけだよ、今だけ楽しもうぜ、イエイエイ。人生初の全国とはそうなんよ。 Why?農家の人みたいになってる勉強からなんかね、まずこれを押すんよ、これ。例えばこれだったら立てたじゃん、これをなんかここ、これ今できないけど、これをしてアップグレードをするだけ、これだけ、これだけしたらいいの、それだけなの、それをずっとやるだけ。やって、今すぐ待って、今開いたい、コツコツやってます。ありがとう。結構私よりもねすごい方いっぱいいる。でてか私さ、今日初めてランキングの見方したの、その同盟外の今安否同盟は14位だよ、同盟戦力すごくない？13位がくるくる沼でもね、ほんのわずかの差だからみんな頑張ろうそう、13位と14位でね並んでるの。同盟撃破数はソラハさん追い越したいな、これ。ソラハさんとこ24位で私のとこ26位なんですよ。追い越したい、でもちょっと差はあるけど、撃破数ちょっと頑張りたいです。ちょっとここは維持ということで、ちょっと撃破数を頑張りたい、どうにか。他の人に増援したらプレゼン、ま、増援です増援は増援、今20位になってる。あ、そうなの、私変わってないのか、ちょっと更新しますね。かゆい、ここどこ見ればいい、ちょっと待ってね。くるくる沼より上になってる。あ、そうなの、同盟勢力12位なの。あ、ちょっと待ってね、かゆい、ここぷくぷく、本当だ、同盟戦力12位になってる、めっちゃ上がってんじゃん、やったー。声遅れて聞こえる、よし、本当だ、嬉しい、ありがとうございます。
やったー、12人いる安否同盟、やったね。同盟撃破数は、お、18人いる、上がってる上がってる、嬉しい。やったー、くるくるの番と戦ったおかげだね。やったね、やったやった。全勢力8億やばいね、ちょっと頑張りたいね。旗は旗ランキング、旗ランキング14位だ。これも上がりたいね、上がりたいね。個人戦力っていうのがある、安否同盟の人、あ、ソラハさんのところ、あ、くるくる沼の人、マリハさんのところ、お、ひめかちゃんとか、ひめかちゃんって初めて言った。お、安否同盟いるね、すごい、すごい、頑張りましょう。思考に近いんちゃうか。ネタブさん、ペンライトありがとう。ううう、ちょっと待って、よしよし、カーテンバリバリ開けてる。くるくるのとこやられてよかったよ、バチボコにされてよかったよ。激安がめっちゃ上がってる、めっちゃ上がったよね、私めっちゃやられに行ったもん。危険はちょっと犯した方がいいね、みんな。ちょっと戦おうよ。そう、戦おう戦おう。ドゥドゥドゥルドゥ。ドゥルドゥドゥドゥルルルドゥドゥドゥルドゥルドゥドゥルドゥドゥルドゥ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 ルドゥドゥドゥ。あ、なんか間違えてたらしい。正式なのがこれ。でも完膚なき1位です、今のところ。完膚なき1位を目指して頑張ります。同盟領土数がね、あんまり差がないので、そこを頑張らないとなっていうのとですね。あとはすごい、同盟戦力は2倍もあって、やばない？2倍あるよ、2倍もあるよ、やばいよね、2倍ある。だからそれもね、あとなんだっけ、なんかあるよね、もう一個、同盟戦力合計を8億超えると大型ビジョンに全員が乗るっていうやつが、あ、違うわ、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、8億いけるかな。8億じゃない、12億いけんよね。12億目指したいよ、テレビ CM、 そう、宣材写真がにはなるんだけど、テレビ CM があるんよ。12億目指したいけど、どうなんでしょう。資源の量使うのちょっとビビった。え、それな、私めっちゃなくなったよ、あれで。あれだ、めっちゃなくなった。35億、まあ、8億は絶対目指そうね。どうなんだろう、いけるのかな。8億結構遠いよね、遠い遠い、頑張ろうね。あ、だ、自然と私すぎ踊りたいって。病院送りか回復は8時間とかかかった。だから私めっちゃ回復のやつのね、やつめっちゃ使った、あの美容です。今より14倍にすればいいんでしょ。簡単なことじゃないけど、頑張ろう頑張ろう。えいえいおーえいえ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 おマーボーさん、タロット占いするって言ったのやってなかった。みも見てるかな、見てないかもしれない。見てますか。やってなかった、忘れてた。特殊な号令が聞かれました。え、え、お、え、え、お、あ、ごめんごめん、忘れた。
こばわ、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 こばわわわわ、こばわわわわわ、ドゥ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 、コナン見たよ。え、最近は今日さ、お話し会でさ、あのさ、あのコナンの映画の話、コナン映画見たよって人3人ぐらいいた。話した、アイちゃんとか言ってた。ジンが好きっていう人がいた。ドゥ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 、その曲に歌があるって聞いたことある。どの曲？コナンくん？ドゥルルル、なんだっけ、ドゥルルル、なんか夜明けに走る俺たちみたいなやつだよね。マリアまだ見てないよね。泣いてないけど泣ける映画だよね。そう、来期はゲームアプリです。ぜひ一緒にやりませんか。調べてみてください。ドゥ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 ルドゥドゥドゥルドゥルドゥ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 ルドゥ、あ、うつむくその背中に、ドゥルルルルルル、らしいよね。お話し会でコナンの話したいけど前少なくてうまく伝えられなかった。またしようね。忘れちゃうか。次、ドゥルルルドゥルルルルルドゥ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 ル、9分後に戦いが始まっちゃうよ。いいのかな。ドゥルルドゥル、お、私の家に引っ越してきたって多いね。あともうちょっとでね、要塞もできます。要塞だっけ、30分ぐらいできる。やった。正式名称教えて。ライキングオブキングダム、ライズオブキングダム。コファンのコルパン、ルパンださん、ドゥトゥルトゥドゥトゥルトゥですか。ドゥトゥルトゥ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 ルドゥトゥルトゥドゥドゥトゥトゥトゥドゥルルルルルルル、お疲れ様ピー。歌詞あるんだ。どんなんだっけ、コナン君。うつむくその背中に痛い雨が突き刺さる刺さる、祈る思いで見ていた。なんか歌詞があるんだ、すごい。知らんかった。なんかやばい、戦い攻撃者、くるくるちゃんのとこなんだけど、なに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 、どうしたらいい。なんかなんか来てる来てる、どうしよう、来てる。なんか私の家にさ攻撃しようとしてるんだけど、くるくるちゃん沼の人なんだけど。なんでなんでなんで、ちょっと城には入ってこないで、やめて、城には入ってこないで、お願いだから。ふざけんなよマジ、城には入ってこないでふざけんなよやめてやめて、なんでそんなことするの。やばいやばいやばい、誰か助けて。シールド使おう。シールドが使えない、やばい、どうしよう、誰か助けて、誰か助けて、マジでふざけんな、マジで城は燃やさないでお願い。なんで燃やすの、同じ同盟の中だるか。マジでやめてやめてやめて。あ、戻ってった、私が言ったから、超言ったからかな。マジでふざけんな、ふざけんなぞマジでマジで危な、マジで危ない、本当にやめて。くるくる同盟の、くるくる同盟は私ら仲間じゃん、仲間じゃん。お城は狙わないで、やめて、お城は狙わないでください。危な危な、倒せ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 、プンプン左にいるこの人か、どれ、左にいる。今から待てて、38分
え、わかんない、わかんない、間違えたのかもね負けちゃったね、バイバイ怒ってる、面白い、よかった、無事、無事解決した、よかった、危ない、お城を燃やさないで、資源がなくなっちゃう、よかった、汗汗、今分けて戻っていった人、そう、よくこんな、確かによく来たね、確かに遠くから攻めてきたよ、本当に40分ぐらいかけて、素晴らしいよ、ありがとう、来てくれて、気づかなかったら危なかったよ、危ない危ない危ない、あぜ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 、汗かいた汗かいたすぐ解決して言った結構みんな助けてくれた、危なかった、でも結構燃やされる寸前だった、数秒狙ったのかも、ドキドキハラハラを味わわせる、なんてこった、うまいね、偵察と間違えた、確かに中間発表全部1ね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、続く背中の、うん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 、くるくるは何も悪いことしてないのでねえ、わかる、スマホで操作したらミスしがちだよね、わかる、それな、それな、わかるよ、しょうがないよ、だから攻撃ってどう攻撃かわかんないから、多分きっと、え、なんか攻撃、あ、違う敏感になった、今日資源なくなるぐらいね、あれね、あの回復するのがね大変よね、城に兵いなかった、危なかったよね、いてよかった、危なかった、確かにいなかったらね、模擬戦した時も相手放置してたのか、城まで追いかけてきて攻撃されかけたそうだったのか、みんな帰ってってる、これか、これか、これ行こうよ、じゃあ、よしよし、これか、これか、よし、今ので撃破数がゲットだぜ、私は、また撃破数が上がった、一騎打ちはしびれました楽しかったよ、ありがとう、タッチペンいいね、鬼滅いいね、見ないとな、私は録画で見ますね、いや気持ちまで見た方がいいよ、でもマネージャーさんがね、私の担当マネージャーさんではないんだけど、マネージャーさんが鬼滅をやっと見始めた、遅れてるけど見始めたって言ってて、でもまださ今ちょうどアニメでやってるしまだで全然ですよって言って、じゃあなんかメンバーを鬼滅のキャラクターで例えるならみたいな言ってて、私は喋らない時のねずこって言われました、ムームーって言ってるだけだからね、似てるねって言われました褒められてるのか分かんないですけど、なんかボコボコにされたんですけど、城狙わないでください、自分からさらさらに来た、お城は燃やさに来ないでください、お前も言ったよね喋らないねずこって言われたんですよ、私、あ、中間一一緒にありがとうございましょう、ありがとうございましょうって、ちょっとありがとうございます、頑張りましょう、混ざっちゃった、限られたスタンプで会話するの楽しい、それな、なんだっけ、牛太郎だっけ、なんだっけ、今日のお話かありがとう、あ、来てくれてありがとうございました、一番可愛いやつ、ねずこちゃん、いや、ぼっちさん、わし言われたよ、舞台の時にさ、誰だったかな、なっちゃんさんに言われた、言われました、わかるかも私ぼっちちゃん好きなんですよって、ぼっちザロくん好きなんですよって言ったら、おぼっちゃん似てるねって褒め言葉じゃないよね言われた、そう言ってた、
でくるくるちゃんはなんかねそういう別にあれ意味はないんだけどあれっぽいっていう話になって確か分かるってなりました。善逸っぽいっていう話になってなんか分かるよね。なんかさその善逸の善逸なんだろうなんか何が似たのか分かんないけど善逸っぽさあるよね。なんかおーってなった。牛太郎か狙うつもりなかったんですけどね。どういうことですか。狙ってきてんじゃん。お城来てんじゃん。何分かけてきてるんですか。コナン見てるよ。見たよ。ジンの他にもベルモットや。あージンが好きって言ってた人さっき言ったんですよ。コナン見てる見たよって言ってジンが好きって言ってる人いたっていう話したんですよ。ベルモットや赤い周一も好きです。おお。わかるわかるよね。なんかさ善逸感あるよね。なんだろうどこがっていうのは本当ないんですけど寝てる時の善逸覚醒してる。すごい開いとか怖いから誰かが私に増援してくれてる。ありがとう。お、ソラハさんのところも見えたぞ。あ、ソラハさんのところこれ。いや、ソラハさんのところだ。ソラハさんのお家はどこだ。え、全然お家ないじゃん。ここら辺どうしたの。え、お家ない。どこなんだろう、ソラハさんのお家。もっとこっちなのか、こっちなのか、もっと開けないと。キャンディー、キャンディーか、キャンディーって煉獄さん誰だろう。 STA で例えるなら煉獄さん。でも赤いからココアさんかなって思ったけどね。寝てる時の善逸は絶対リネタンだと。わー、わかる、言いたいこと。あずみんちゃん、胡蝶のさんの屋敷の三人兄弟の感じする。あー、わかる、ね、なんとかちゃん、なほちゃんとなんとかちゃんとなんとかちゃんね、うん、あー、さらぴちゃんだき、わかるわかるわかる。さらぴちゃんとか言ってたじゃん私。今日さ、やばかったんだけど、さらぴが、さらぴとさ、ずっと笑っててさ、なんか抽選会の時にさ、なんかさ、時々誰かがなんか言うのがめっちゃおもろくてさ、なんか会話のなんかがおもろくてめっちゃ笑ってたら、めっちゃマイクがね、そう、いつもマイクこれだから普段通りにしててマイクここについてるの忘れて普通に笑ってめっちゃ声入ってて恥ずかしかった。マジで、でえっとかもうめっちゃ入ってるの私の。えっめっちゃ入ってるよって言われて、うん、めっちゃおもろかった。恐怖味を感じた。恐怖味感じた。そんな、でもサラピね、意外とっていうのはねあれなんですけど、意外と楽屋でいる時はちっちゃい子を引き連れてるんですよ。シミサラとイケちゃんとアリサさんを引き連れてるんですよ。でもマヒナさんにはね、後輩をもうね、デレデレ後輩をしてるんですよ。そこが可愛い。聞こえてた？アンピの声だった？でなんかサラミがみたいな笑い声のみたいなのもなんか結構聞こえて、笑い声とかもやばくて、もうそれがずっとツボでダメだった。本当に笑いを止めなきゃって思ったけどね、マイクにここがある、笑ってダメだって思ったよりダメだった。さやかりんちゃん、むいみを感じてる。あ、でも私、あ、ワンちゃんむいみ、むいみ、みちろじゃないって言われたんでしょ、マネージャーさんに。じゃあちょうど千穂さんがバーここ歩いてて、千穂さんがポケってしながら歩いてて、いや、今めっちゃみちろは千穂さんっぽかったですよって言ったら、ね、今めっちゃ思ってたって。めっちゃポーって歩いてたんですよ。すごいすごいすごい、もうね、ポコッと荒れてた。その軍団、パンケーキッズって名前があるらしい。ああ、そうなんだ。
サラピの子は一種のネタだね。サラピとね、そう、それで笑ってた。何言って、サラハさんもヤジ入れるんですけど、それがおもろくて、なんか誰かのヤジがなんか誰かわかんないんですけど、時々面白い、なんか何めっちゃおもろいこととかあるんですよ。でそれを笑っちゃう、しかも笑っちゃいけないって思うからずっと笑っちゃって、ダメゾーンに入ってましたね。あ、ソロハさんの方で誰か燃えてる、悲しいね、誰か燃やされたんだね。え、ソロハさんのとこめっちゃ燃えてない？ソロハさんのとこめっちゃ燃えとるよ、大丈夫？どうした？ソロハさんのとこめっちゃ燃えとる、ダメ、大変大変、ソロハさんのとこ燃えてますよ。サーヤンねずこっぽい、わかる。え、めっちゃ燃えとる、ソロハさんのところ、どうしたの、何があったの、教えてごらんなさい。びっくりした今、びっくりマンボウだ。悲しいね、うずいさんだけ該当メンバーおらんのでは。確かに、うずいさんはできるのはリコちゃんしかおらんかもしれん、そうなるとね。夏好きハマってる、嬉しい。あ、甘露寺さん、リコちゃん、甘露寺さん、え、私ね何回かね言ったことあるの、マジ甘露寺さんやってほしいってリコちゃんにね、なんか言ったことあるの。なんかね、緑色の靴下、着圧ソックスみたいなのがあるらしくて、それ履いてたので、めっちゃ甘露寺さんっぽくって言った。で髪の長さもいい感じだし、できそう。リネちゃんいいね。この後のアッペの選択肢は2つ、一緒に燃やす、一緒に燃やすかね、じゃあ。いや大変大変、ちょっとさすがに燃えに行けないな。よし、びっくり、めっちゃ燃えとった。誰に攻撃を受けたんやろ。ドゥ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 。ガソリン？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 STU に詳しくないので、勉強しておきます。お、嬉しい、勉強して。 STU いい曲いっぱいあるから聴いてください。今おすすめは息をする心です。笑顔のチャンスもおすすめ、自然と私にもおすすめだよ。サイコロステーキ先輩は誰に近い？ちょっと言いにく。安否がねずこならば、カンロジさん、マホピョン、あー、マホピョンさん、確かに確かに。トゥルルトゥ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 ルトゥルトゥ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 。サンヤンちゃん、上屋敷さん、みが、なんかわかるかも、言いたいことわかるかも、いける、おもろい。サラピが3期後輩に優しくて意外な一面にびっくりした。でもリアチはビビってたかもね、ドキドキしてたよ絶対。ドキドキしてたと思うよ絶対。リアチと話したいんだけどね、なんて話しかけたらいいか分かんなかった、話せなかった、悲しい。私好きなんですよリア中。あ、ヤマモでいいね、いいぞ、的確、素晴らしい。え、サラピミニマリストなんじゃない？私荷物多い人なその反対だからね、そんな気がする。夢をガラス瓶 MV あるんよ、そう見てください。
牛さん、あ、牛さん系いないかも。確かに中学の話いきなりするの。今日のアイメイク、ありがとう。ねえ、なんて話しかけたらいいんだろうね、リアちゃん。私会話続かないんですよ。いや誰にも続かない。結構私どんなに仲いい子も会話続けようとしてないのかな。頑張ってるんですけどね。最近見たんですよ、続ける方法みたいなんで、天気がいいですねって言ったら、そうですねって言われたら、なんかなんだっけな、こういう時はピクニックしたいですよね、そうですね、ピクニックするんだったら何食べたいですか、なんとかですね、あ、なんとか好きなんですねみたいな感じで会話続けましょうみたいなのを見て、なるほどと思って頑張ろうと思ってますよ思ってるんですけどね。そう、一人だと喋るんでしょ。変な声出た会話のキャッチボール、資金話が一番持つ。確かに雑談力身につけたいね。私結構会話を回らせてしまう癖があるんです。どんなに仲良くても、あ、そうなんだとか結構やっちゃうから、続けられるようにと思って。会話できる人間になりたいよね。なりたいですよ。頑張ってます二十歳なので。続けなくても一緒にいて心地よいのが友達なのかな。まあ確かに確かに確かに。でもブチギるのは良くないじゃないですか。そうなのか。お話し会のお、やった、ありがとう。仲良くてもね、そうなんだ、なんかじゃあ本当にそういうつもりなくて、そうなんだって言っちゃって、しかも明るくそうなんだって言っちゃうんですよ。そうなんだとかじゃなくて、そうなんだなっちゃうから、そこ頑張ろうと思ってますね。感覚ある？やっと合うんだね。虫合い持ってって捕獲しよう。いやーねー、からの難しい質問で返すってコツよく言うけど難しいよね。なんでみたいな。パンケーキ食べに行ったんだよね。パンケーキどこのみたいな感じってことか。いつみたいな。テニスの才能は私ないんよ。テニスの才能ないんですよね。パパがテニスやってていい成績を残したからって言って私習いに行ったんですよ、ちっちゃい頃、小学生ぐらい。でも劇的にできなくて、体験で、まあ、やりたいと思わないじゃん。ちょっとできないものもさ頑張ろうって思えないじゃん、小学生なんて。からさ、しかもパパに才能ないねって言われたし相談すやだんかよ、笑わせない人に興味がないのかなって私も思ったりする。でも興味ある、興味あるんだよね。だから言葉にできるかできないかだと思っています。それとねって、でも自分の話はしたくない、なんかね、でもしちゃうよね人間で自分、私なんかなんだっけ、なんか喋り上手になるみたいな本をママにもらってるんですよもらったんですよ。それを読むと、人間はみんな喋りたいから喋らすっていう、聞く上手になるっていうのが大事っていうのを聞いて、なるほどと思って頑張ろうと思ってるんですよ。話す会ちゃんと話せてるのかなって心配してる。話してるよ、めっちゃ話して嬉しい。いろんな話できてる。相手の言葉をそのまま繰り返すと好感度が上がる。そうなんだ、好感度が上がる、好感度上がるんだってことか。
ですよね。5ターン分くらい用意して会話に励む。ですよね、ですよね、ですよね。聞き上手にも話し上手にもどっちにもなりたい。私はどっちでもないからどっちにもなりたい。最近どう？最近どうって難しくない？自分聞かれた時 何を言えばいいんだろうってなる。最近何楽しいことあったんとかならいいけど、最近どうは範囲広すぎて難しい。困ったの森塩、あ、これ手に入れたから強い。ちょっとアレンジして話題あった一言な入れると、その繰り返しにちょっとアレンジして話題のあった一言入れるとなおさらいいよ。なおさらいいんだ。あっすむずいね。あいよ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 あ、今日はエディオンブリーにお話してきて、ありがとう。ああありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ココさんチルドレンです、どうも。そう、最近どうなのね、広いんよね。最近何が楽しかったって聞いて。奇跡のエディオンじゃんね。あった、すごい、エディオン握手会だ。アイスとあえて大きくうなずく動作があるだけで聞いてもらえると思って話しやすいみたいね。知らんかな。なるほど、確かにそうなんですね。でもなるほどめっちゃ言う。なるほど、むずい。これ目上に使っていい、なるほどって。私結構さ、 LINE で返したくなる。マネージャーさんに何とかですかねって聞いた、何とかだと思うよって言って、なるほどって送りたくなるよ。でなるほどって送るんだけど、なるほどって言っちゃダメなのかなと思って、なるほど使っちゃうよく。確かにも言います、めっちゃ確かにってマネージャーさんにも言う。あ、確かにって普通に言っちゃう。確かにですね、本当ですね、なるほどですって、なるほどびっくりマークですって送っちゃう。なるほどあまり使わない方がいい。そうだよね、なんて返したらいいんだろう、そういう時。なるほどの別の使い方。よし、コックくん、ありがとう、ありがとう。さしすせそみたいな、さなんだろう、そうなんですね。あ、そっか。さすがです。すみませんでした。すごいですね。ああ、さすがです。さ、すみませんでした。すごいですね。さしすせせせ背脂がすごいですね。せ背中で語ってますね。うん、せ、ラーメントーク限定。何、さしすせが分からん。せ、正解ですね。あ、これじゃない、センスがいいですね。あ、確かにそれじゃん、センスがいいです。そうなんですね、さしすせそ、さすがです。知らなかった、さしすすごいですね、センスがいいですね。そうなんですね。あ、いいじゃん、会話できるね、これで。カームターノのいいね、センスいい。お、やった、私知らぬ間に使っとった。背脂すごいなって言われたら一瞬で空気凍りつく。困った時は無理じよ。対戦使うやつなんやけど、あ、そうなんだね、使っていこうじゃ。さすが、知らなかった。え、相づちのあゆよ。あー、いい、
イエーイ。おお。これでしょ絶対。さっぱりした塩豚骨の素敵な背脂ですね。そうなんす、無理やりやん。そうなんす、センスのセンスがいいですね。困った時は森塩。え、びっくりするほどゼロ点だった。マジか、マジ嘘でしょ。いや、挨拶のあゆよ絶対今合ってたよね。結構合ってた感じ出てたよね。いい感じ、その調子。ありがとう。知らんかな、せやかてくどう、せやかてくどう、森塩とは。え、あ、あー、あーでしょ絶対、挨拶のあーでしょ。ありがとう。あー、これか、あいつ、あ、難しい。ありがとう。 いえ、運が悪かったですね。うー、ちょっと無理やりすぎない。うんうんでしょ絶対。うんうんでしょ多分。あ、ありがたいか、ありがたい、あはありがたい、 いえ、う、運が悪かったですね。そんなこと言わんよね、結構運が悪かったですね。うんうんうんでいいよね。え、あるあ、あるある、いいね、あるある、いいよね、あるあるって言われたい、人間共感されたいものだからきっと。あるある、昨日と今日福山楽しかった、最高でした、ありがとう。あ、あるある、いい、ある、うんうん、おにぎり、あ、いや、お母さんやめて。うまい、ありがとう。縁がありますね、恩を感じます。めっちゃ素敵じゃん、縁がありますね、恩を感じます。めっちゃ素敵、いいね。安否の配信基本的に。そうなんですね、確かに受けるだけで乗り切ってるイメージあります。確かに。確かに受ける、そうなんよね。誰が使うか、いや、こうやってみんなに会えたのは縁がありますよね。皆さんがこうやって応援してくれて、恩が、恩たっぷりです。恩がいっぱいです。ありがとうございます。ありがたい、ありがたいです。ありがとうございます。いや、そんなそんな、いや、いっぱい応援してもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。うるさいわ。なんでね。グバン、あれがたき幸せです。確かに、などうさん可愛い、ありがとう。お風呂入って言うことついた。おー、よかった。アダムさん可愛い、ありがとう。あ、もう完成する、やったね、うれしいな。うれ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 ピーマン、ドゥルドゥ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 。アーナノリいいから、これをそのまま出せば、それができたら困ってないよ、困ってないよ、困ってない、困ってない、ピヨピヨ、はい、よいしょ、これだ。あと1分でできる、
あと1分、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 あと55秒、54秒、53秒、52秒。インディボイスさん、レボスターありがとう、パワー。45、44、43、42、41、40、39、38、37、36、35、34、10秒で止めます、うん、あ、ちょっと忘れちゃった、30から始める、10秒で止めるね。27、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、あーもう8秒だ、私ちょっと遅かった。あ、0秒でジャンプする、あ、できたー、できて、みんなが帰ってる、ジャンプする前にもうできちゃった帰るの大変だ、確かに、引っ越そうよ。インディボイスありがとう、ありがとう。インディボイスさん、レボスターありがとう、パワー。ガズキンさん、パチパチありがとう、すごい、みんな帰ってる、みんな、あと何十分もかけて帰るのか、今から。大変だ。気をつけて帰ってね。私はすぐそこが家だから、ほら、私ここが家だから。あ、帰ってきたー、やったね。帰ってこれたー。帰ってこれた、やった、完成、旗立てれるね、これで、やったー、35分頑張って帰って、それから旗立てて、旗立てますか、それだったら待った方がいいよね、立てるんだったら。でも立てないかもしれない。旗作る、旗立てますか、旗立てますか、立て、間違えた、今音声口と合ってますか、今ならみんなで集まれる、どこに立ったらいい、みんな止まっといて、じゃあ旗立てるから、旗立てるから待っといて。農場が欲しい、あ、農場作る、でもね、一瞬でどっちでもできる気がする、みんな待って、みんな待って、みんな帰らないで、みんな帰らないで、みんな帰らないでね、お願いよ、帰らないでよ、すぐ建てるから、ちょっと待ってて、今来たから、どこに建てるか決まったから、本当はここに置きたいんだけど、印刷してしまう、あ、できた、よし、旗立てた、行ってくれ、行ってくれ、農場も建てるね、農場どこに作ろう、じゃあここにしよう、農場、農場作るね、農場、農場、え、トウモロコシだよね、トウモロコシのことだよね、旗行きました、ありがとう、トウモロコシ立てるよ、お近いひろせさん、ファイトありがとう、ラブレターありがとう、ありがとうございます、ドゥル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 、君と巡り合って僕が楽になった、立てるよ、いいのか、男性不妊で旗立てだ、よろしくお願いします、出張だね、結構な出張、ゲームでも30分かけるってね、どういうこっちゃって感じよね、髪の毛切ろうと思ってた、わ、危ない、忘れるとこだった、え、立てるよ、いいの、農場立てるよ、いいの、え、ちょっと教えてよ、あー
せて、せて。早くね、なるさ、これもスピードみたいのあったらいいのね。あったらいいのに。そっちの農場はいらないかも。どっちの農場だよ。ならよかった。よし、じゃあ旗をねここで作って、みんな旗、この旗よろしく。あと19分でできるよ。結構すぐじゃない？あと17分でできる。結構人がいるからかな。すごい、やったね、やったやった。海底に入ってくる農場が欲しいけどなかなかない。あ、そういうこと？ああ、置く場所がってことか。騎兵だけにすれば早く移動できる。知らなかったらしいよ。そうなんだ。これからそれ使おう。アプガプロレスさん、初見ありがとうございます。すごいお腹が。STU48 2期生、香川県出身のアンピーこと川俣アンナです。ありがとうございます。川俣アンナと申します。覚えて帰ってください。ありがとうございます。お、今日はありがとう。今日はありがとう。楽しかったよ。ありがとうね。また話そうね。ありがとう。トゥ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 。逆側も、もう一個旗立ちちゃっていいの？これもう一個貼って立てちゃうよ。いいのか、これは。そういうことだよね。立てちゃうぞ。そういうことだよね。立てるぞよ。いいのか。なとぼさん、ハテフクありがとう。 CM 入ってきた。うわー、見るの楽しみ。立てるよ。立てますね。よし、2分で着く。私近いから。やった。やっぱ都心に近いっていいよね。やっぱこういうゲームをしてて思いますね。都心なんか分からんけど、銀座らしいよこれ。私が建てたら銀座って言ってた。よく分かんないけど、ルル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 ルよろしく。ドゥ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 。アーピネズコ大活躍。うう、大変だ。それな、3、4はできんの？これ大きくなったら、大きくなったらっていうかできるようになるもん。トゥルル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 ルスワさんの家はどこだ？見つけたい。あ、これかな、スワさん。本物かな、これが。これスワさんだ。見つけた。見つけた。農場のイントネーション違いますか？農場？農場ですか？農場。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 ドゥドゥドゥルルドゥドゥルドゥ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 。海と恵みにあって肩と力が抜けた。うん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 。ああ。農場か。農場。農場。農場17、レベル17絶対無理なんだけど。
あと2個でしょ。無理無理無理。農場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 どうぞどうぞってなってるか。ちょっと他の言葉でさ教えてほしい。他の言葉でなんか例えばね、なんかこれと一緒だよって言ってほしい。苦手。結構なんでさ私なんか香川のもなんかあれなんかな、結構違うこと多いんよね。なんなんやろに、ね、難しいね。ディリリ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 工場、農場、農場っていうの？違和感、農場、香川の方便？それとも私が違うだけ？香川の人教えてください。農場っていう、農場、工場、農場、工場、農場、農場、農場。お疲れ様さん、かわいいありがとう。おつさん、つづらありがとう。ありがとうございます。パン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 。ほらありがとう。あ、読んだか。パー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 。徳島出身安比と一緒。あ、そうなんだ。やっぱそうなんだ。私方言なんだ。あんまり方言出ない出ないって言われるけど、あるっちゃあるんだね。厚化粧だね。はあ。君私のこと嫌いだよね。わざわざ目に来なくて。ええのに、ええのにな。ピピ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 ルル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 ルトゥルルルルトゥルトゥルルルルルルタララララ農場工場なんとかなんとかなん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 とかなんとか。あ、これ今こそ任せろり、任せろり。よし、誰が返してくれるか。返してくれる人を待つのみ。400回目ありがとう。
別の速さのテンションのある。やったね、早かった、戦いを起こすのやったね。ではそろそろ終わりたいと思います。ペッペレーンペッペレーンペラペラン、ドゥ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 、お疲れ様です。お疲れ、ありがとうございます。2日間楽しい日々を、日々というか楽しい時間を過ごせました。来てくださりありがとうございました。初めて話した方もたくさんいらっしゃいましたし、久しぶりだよって方もいらっしゃったり、いつも来てるよって方もいらっしゃったり、そしてめっちゃ仲良くなれたなって個人的に思ってます。わかんない、みんな、なんてみんな、いや全然仲良くなってないんだけどって思ってるかもしれないけど、私めっちゃ仲良くなれたって思ってて、この2日間やっぱ距離が近いっていうのがあるのかな。やっぱ距離が近くなると心の距離も縮まるというか、友達が顔たびそうなの、全然嬉しいよ、ありがとう。そう、お友達来てくれてありがとうございます。連番とかね、やっぱ連番って楽しいですよね、いいですよね。アイドル側も楽しいし、やってる側もきっと楽しいだろうし、やっぱ直接会える醍醐味だな、直接お話し会の醍醐味だなって思うから、また皆さんお友達連れて連番しに来てくださったら嬉しいです。初めてたくさん話した、お、ありがとうね、嬉しい、仲良くなれた、仲良くなれてるよ嬉しい。私はもう言葉に発言するのはあまり得意ではなくて、あまりね、自分からなんか話しかけたりとか、こうなんだよねって、こう思ってるんだよねってなかなか言えないのが私の欠点ではあるんですけれども、それでもたくさんね話できたらいいなって思ってるし、そう、喋れるように頑張れるように頑張っていますのでぜひ会いに来てください。めっちゃいいシーン、今日ってなんだっけ、待って、あれもしかして、あ、違うか、鬼になったと、鬼かもしれないみたいなやつか、そういう安否が大好きです、ありがとう。次は大阪参加できる、ありがとう。明日から頑張れます、頑張ろう。原薬か、遠慮なく言ってくださいな、ありがとうございます。こんばんは、6月もね楽しみです、お話し会直接。5月はもう私直接会えるのがもうないんですよね、直接会えるのはもう5月ないんで、ちょっと充電期間になっちゃうので、あの皆さんモチベなくさないようワクワクドキドキして6月を待っててください。金沢に行きますね、 ありがとう、待ってるよ。オンラインでもいいか、めっちゃ話したくなりました、お、話したい、待ってますよ。鬼滅明日見よう、私お風呂出たら絶対見る。6月4日の公演出れたら嬉しいね。SG の全国ツアーも決まりましたし、これからどん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 盛り上げていけるように頑張りたいなって思います。もう行きたかった、うん、またね、またでは壇上を読みます。13位ミスタラさん、12位ドグラスさん、11位オカピさん、10位アスパラさん、9位サンピン、8位ミーくん、7位カズノリ、6位カズキ、カズカズのね、カズカズ、5位ナオトモ、4位シオリ、3位ヨシココくん、スキピー、2位マツさん、スキピー、1位マーボーさん、クマタン、ありがとうございます、大スキピー、ありがとうございます、皆さんに会えて、ウレピー、スキピー、大スキピーでした。これからはね、たくさん会える機会が増えたらいいなって思うし、会える機会、夏はね、今年の夏増えそうだから楽しみだなって思ってます。みんなよろしく来期もね、中間発表1位っていう素晴らしい結果ありがとうございます。最終1位を目指して最後頑張って
突き抜けていきたいので一緒に頑張っていきましょう。サブ同盟の方はぜひ要請してください。ではありがとうございました。いい夢見てください。早く寝てね、早く寝てね、私も早く寝るよ。ありがとうございました。おやすみ、またね、いい夢を。おやすみなさい。あ、さらに向こうへプルスウルトラ、バイバーイ。